対戦相手のアンセムをお聞きいただきましょう。順番だがこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、ゴールインが注目になりますよね。ライドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引き出しますし、そこにクロスを入れていくか、あるいはゴールインがスピードがあるので、はい、連れ込んでいくということも一つ狙いですよね。まあ、あとは何といってもボランチが必要になってくるんですよね。なるほど、ボランチですが役割としてはもうアンカーですね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね。まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。ファーストハーフキックオフです。インターナショナルカップアジア、宇都宮、地区予選、ディズニーの対韓国、両チームどのような試合の入り方なんでしょうか。これはつながりませんでした。もう一つ前に行きたい。クロス、
込むことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね。そうするとそこにスペースができるので、まあ、ただ選手が引っ込むのができる。さあ、こぼれた、さあ、ユーカウンター、どうだ、いけるか、得点ステージ決まった、追加点、怒涛の追加点、素早いパスで攻め上がっていきます。プレスからボールがこぼれる、ヨムギフン、韓国が最終ラインまでボールを下げる、ヨソンヘ、ヨムギフン、組み立てながら攻め上がっていく、ビジャチョル、裏のスペースを狙う、このボールはカットされます。ヨムギフン、さあどうする、韓国、ここでファウルをもらいます。今のファウルは注意だけのようでしたね。そうですね、まだ時間があるので行きたいところですね。拾いたい、もう一度来た、広げるんでしょうか。
シュートを打ったら入るという一瞬パックのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。今日2点目です。調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんですよね。この好調がね、後半も長く続くんですよね。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選、スジュンバダ対韓国。スジュンバダ大量リードで後半を迎えます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。イカンイサイドを縦に走らせます。縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。とこれはつながりません。ヨソンヘ、ここで受けてサイドのスペースへ走らせる。素晴らしい連携、長いボール縦へ、スジュンバダ堅いディフェンス、うわっ、取らないですね。抜けてくる、いいですね。ヨソンヘ、長いボールを送ります。ヨムギフン、韓国としては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうよ。スーザします。当然、
間にスペースを狙った。ここはすぐ奪い返します。ハンコック縦へのボール、スペースを狙う。プレッシャてくる。シュート。
シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。韓国チームとしての意地を見せます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。抜ければチャンス、おっとルーズボール。ヨムギフン縦へのボール、さあここでカウンター。このパススズンバタとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね、そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップアジアオセアニア地区予選、スジュンバダ見事勝利して勝ち点3、これ以上ないスタートを切っています。